中世ヨーロッパ文化、2回目は、文学について扱いたいと思います。まず最初に紹介したいのが、フランスの騎士道文学の、傑作ローランの歌です。ローランの歌の背景は、有名なカール大帝のイベリア半島への遠征であるということです。カール大帝の有能な部下である騎士ローランですけれども、まあ、そのローランが仲間の裏切りにあって、戦闘の最中、命を落としていく、まあ、そういう物語になっています。非常にフランスでね、有名な作品で、まあ、そのワンシーンですけれども、横たわっているのが、まあ、まさに命を落とそうとしていく、ローランですけれども、そのローランが、騙し討ちにあってですよね、命を落としていく、そんな、時にちょっと ここに、剣が、描かれていますが、まあ、これがローランの持っている有名な名剣、デュランダルですね。まあ、この剣を、死の間際に壊そうと自らねするわけですけれども、まあ、岩に叩きつけて壊そうとしたんだけど逆に壊れないで岩が切れてしまったなんていう話も出てくるんですけれども、まあ、そんなローランの、ローランがデュランダルと共に、まあ、死んでいく姿ですね。それが、その最後になっています。フランスの作品ですね。まあ、カール大帝のイベリア半島遠征と絡んでいるということをちょっと覚えておいてください。それが一つ目ですけれども、二つ目、アーサー王物語。これは、日本でも、ね、よく知られている有名な作品だと思います。ただ意外と意識されていないのが、アーサー物語はイギリス、イングランドの物語だということは多分多くの人が、分かっていることだと思いますが、実はアーサーは、イングランド、イギリスにおいてもケルト人、まあ、ケルト人の一派であるブリトン人というふうに正確に言うんでしょうけれども、その、王様、英雄であるということをちょっと注意してほしいと思います。ということは、思い出してほしいんですけども、ゲルマン民族の移動のところで、ゲルマン人の一派であるアングロサクソンがイングランドに侵入して、7つの王国を作っていったというふうな話がありましたよね。実はケルト人というのはそのゲルマンの一派であるアングロサクソンにどん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 押されていく、そういう存在であるということになります。つまりアーサー物語というのは、そのような衰退の運命をたどっているそのケルト人の歴史を背景にしているんだということは、覚えておいてください。だからある意味このアーサー物語は非常に、暗い物語ではあります。まあ、その中にはいろんな物語が実は、含まれているわけなんですが、このアーサー王ですね、これ、ドイツの有名な、デューラーが作ったものですけれども、そのアーサー王がね、王たる印としてのエクスカリバーですね、名剣エクスカリバーを、まあ、岩から引き抜いたっていうのが有名な話ですよね。まあ、彼を中心とした物語、いろんな物語があるわけですけれども、例えばアーサーが王として、まあ、ヨーロッパを、支配をしていくその物語、それからそのアーサーの宮廷ですね、に集まった円卓の騎士たちのさまざまな、まあ、武勇や恋愛ですかの物語、そして、聖杯、イエスが、まあ、処刑された後にその血を受けたというふうに言われているものですけれども、その聖杯を騎士たちが、円卓の騎士たちが探索をする物語、そして最後がそのアーサーの妻、ギネビアと、アーサーの最も、信頼する、騎士であったランスロットですね、この二人の、まあ、ある意味妻の不倫ですよね、その物語、それをきっかけにして、息子であるモードレットがこのアーサー、父親であるアーサーに反乱を起こす物語、そして最終的には2人は、父と息子ですね、アーサーとモードレットは、差し違えて命を落とすというふうな、まあ、悲劇的な死を迎えます。まあ、そんな形でですね、このアーサー物語はある意味、ケルトの衰退をこう象徴するそういう物語なのかもしれません。これが2つ目ですね。
それから3つ目に紹介するのが、ニーベルンゲンの歌です。これはまあドイツ、が舞台ですけれども、主人公は英雄ジークフリートとその妻クリームヒルトです。大きく2つに前半と後半に分かれていて、前半が、ジークフリートが、殺されてしまう、まあ、そういう物語で、後半はその、殺されたジークフリートの仇ですかね、これを討とうとして復讐に燃えるクリームヒルトの物語というふうなことで、まあ2人とも最終的にはクリームヒルトも命を落としてしまうということで、これも悲劇的な物語、ということになるんでしょう。実は舞台は、ブルグント王国が中心です。あのニーベルンゲンの歌は非常にこう、ヨーロッパの騎士道文学においては珍しく広がりを持つ物語で、まあ、遠くはアイスランドまで出てきます。それから、ハンガリーあたりも舞台になってますね。まあ、いろんなところが出てくるんですけど、中心は、クリームヒルトの故郷であるブルグント王国ですね。あのゲルマンの、ゲルマン民族の移動のところでブルグント王国は出てくるんですけども、ゲルマン民族の中では一番ちょっと影が薄い、勢力かもしれません。ブルグントが問われるときによくこのニーベルンゲンの歌と絡めて出てくることがあるので、ちょっと知っておいた方がいいと思いますね。まあ、ジークフリートですけれども、まあ、ジークフリートも有名な名犬を持っていますね、バルムンクですね。このバルムンクを実は隠されて、ジークフリートは、まあ、殺されてしまうというふうなことになっているわけなんですけれどもね、さまざまな、ね、物語のモチーフにもなっています。それから4番目に行きましょう。4番目は北ヨーロッパですけれども、エッダ、それから佐賀、この2つを一緒に紹介しましょう。これはノルウェーやアイスランドなどの北ヨーロッパの伝説神話を集めたものです。エッダというのは、これは実は詩の教本、教える本ですね、詩の教本です。北ヨーロッパのさまざまな神話を題材にした詩が収められています。このエッダがなければ我々は北ヨーロッパの神話をほとんど知ることができないというぐらい非常に重要なものです。まあ、北ヨーロッパの北欧神話というと、その主神とされるのがオーディンですね。実はオーディンというのは普通その神様の中の主神とかトップっていうのは非常にこう威厳のある人物として、人物というか神様として描かれることが多いんですけど、オーディンはどちらかというとこう老人として描かれることが多いですね。さまよ、いろんなところをこう放浪している老人という形で描かれることが多いです。まあ、この絵もそうなんですけどね。まあ、この老人が杖のように見えますが、上の方がこれ槍ですね、槍になってます。グングニルっていうのがそのオーディンの有名な槍ですね。まあ、これもよくファンタジーネタに出てくるんじゃないかなというふうに思います。それから佐賀の方は、主にアイスランドですね。アイスランドで、作られたもので、これは文章ですね。さまざまな伝説をもとにした文章、三文集というふうに言った方がいいと思います。という違いはありますけれども、いずれも北ヨーロッパの伝説神話を、収めたものというふうに考えてもらえればいいでしょう。ということで、まあ、中世ヨーロッパで有名な文学作品を、まあ、4つというか4種類紹介しましたけれども、まあ、このような、作品の中で、描かれている、まあ、さまざまなエピソード、物語ですね。こういうものは、当時はまあ本が、読める人が少ないですから、言葉で語られていくわけです。そんな時に重要な役割を果たしたのが吟遊詩人たちですね。今話をしたような、作品からその一部のエピソードを、抜粋して、まあ、節をつけて、語っていくというか歌っていく、まあ、それが吟遊詩人ですよね。南フランスやドイツで、よく知られていて、南フランスではトゥルバドゥール、というふうに呼ばれています。それから、ドイツではミンネジンガーですね。このように地域では、ちょっと違いますけれども、まあ、こういう吟遊詩人が、今紹介したような物語を、まあ、普及させていくということになるでしょうか。例
ただまあこのトゥルバドゥールやミンナジンガっていうのは、まあどちらかというと作る方であってね、実際に歌う人たちは、また違う人たちだったというふうに言われてますけどね。ということで、今回は、中世の文学について扱いました。